はいこんにちは大竹誠です今日は九月二十一日水曜日今日のパートナーはごきげよう断密ですはい私の横にはこんにちは文化オースアナウンサー砂山啓太郎です、えー、そして水曜日は朝からいつ冷凍したかわかんない明太子が出てきたんでそれでパスタ作りました伊藤浅子です <laughs> <laughs> あれ冷凍っていつ,いつまで持つの大体、うん、明太子だと12ヶ月ってうそうでしょでも絶,絶対そんなじゃないもんね、うん、でももっと早い方明太子って足早いですからね、うん、何しでもネットで調べたら、うんうん、解凍してなんか 糸とか引いてなきゃいいみたいなこと書いてあっる。一応調べられ。調べ、だって、いつ冷凍したかわかんないんだもん、もう、おかしくなっちゃう。心配です。だから、まあ、生じゃなくてね、バターとかで、ちょっと、い、って。いって、火を入れて。それでも、捨てない、この貧乏根性ね。え、今、おな。んか美味しかったですよ。うん、元気。 ちょうどしそがいっぱい余ってたから、うん、なんかああいう薬味って毒消しのあれもあるでょ、うんだし、うん、と思ってすごい量入れましたよしそ、うん、としそ<ー> <laughs> をものすごい量入れて食べましたおい、うんうん、しかった健康志向<ー>健康志向、うん、健康志向なのかな イタリアにはあれだよな明太子のスパゲッティってあんのかなないですよねえよな。ないです。明太子ってどこのものなや。ですかたらこスパゲッティとかたらこスパゲッティが渋谷のお店が最初なんですね壁の穴です本当本当そうですよ和風スパゲッティね海苔パラパラってかけたんです海苔パラパラ木の器でねあれが確か最初ですよね じゃ、あイタリア人は食ってねえの、知らねえんですよ。逆輸入みたいにして、あの、カルパッチョみたいに、魚の。なんか、こっちから、向こうに、行くぶんない。魚のカルパッチョ、はそうだよね。最初、お肉でしたもんね。落合シェフか、なんか一緒。確かに。ラペットラ。じゃ、向こうは、あれだな。あの、明太子の。あの、うまさを知らな。明太子の。 ピザも知らないな。あ、知らね。明太子。たらこ自体食べないのかな。魚卵。食べない国みたいあるもんね。あ、あれも、すじ、あれも知らないな。しらすのスパ、あの、あの。あ、しやすピザも知らない。あ、うまいよね。うまいよね、あれ、なに?。誰が発明したの、しらすのピッツァって。最初に食った時驚いたな。ネギなんかね。ネギなんか切っちゃって。すっげえ美味しかった。 桂太郎くんこれはどっから出てたのシラスのピッツ発祥でちょっと調べて何でも元を知ってるんじゃない携帯持ってるの桂太郎さんから言ってるあれはじゃあ江ノ島イメージありますよね江ノ島とかなんかそうシラス丼から出てシラスの ピザまで、うん、あの辺から行ったんじゃないのかな。と思いますけどね、うん、なんか私も初めていただいたのがたまたまかもしれないけど、うん、あの海岸線沿いのお店でしたよ、うん。俺もそうだよ、ね。ええー、でも、俺も。ね、俺もあの辺行くことあるんですか。<laughs> 俺も、まあ、あの、まあ、今も全然行かないけど、うん、昔は、ね、ま、う、あ、ん。 あの江ノ島あたりはブイブイ言わせにブイブイってほどじゃない, <laughs> ないですか、ねうん。ち,ち江ノ島にブイブイ言わせに行ってたんですか。はい出ました毛田君出てきたのこれ<あ>これが、うん、本当かどうかわからないですけど。小、うんうんうん、説ありますね。小、うん、説ありますけど図師の、うん 山内のお店がなどうやらしらすピザの元祖じゃないかとそれをアドマチが紹介したとアドマチが間違いないやでもあれだよね相模湾っていうか江ノ島の脇でんかしらす漁って盛んなんだよねでもあの大久保さん光浦さんちの方の田原の近くの赤羽っていう道の駅前ロケで行った時に もう海からそのまま工場に入るシラス工場がもう海のとこに立ってましたよでベルトコンベヤで取ってきたシラスそのままえっ大久保さんたちは愛知か田原ね愛知県田原市の方の赤羽の方赤羽っていう道の駅があってサーファーの方がまあでも逗子たりじゃないのやっぱし。 違う。ねスタート、アドマチが言ってんだから。間違いないよあれは本当だ。ちなみにその店は良純さんは好きだみたいな。が情報も出てきました。石原良純さんね。石原の純さんね。お笑いの人じゃないのね。今二人いるから良純だけ言っちゃうとね。石原の方で。まああっちの方はお天気のほう。お天気の方で。 天気の食い物に関してはんかあれだねんか朝子がひどい目にあったって話をチラッと聞いたけどあっあのあれブツブツの話かな食い物じゃないんだけど食い物じゃなんかねえっと土曜日に夕方ぐらいからんか体にポツポツポツって蚊に刺された感じのが出てきて。 いななんつって5個ぐらい出てきたんで「やだうちに蚊がいるのかいな」なんつってでその日は夜大久保さん家行く予定だったから大久保さんとか「なんかうち蚊がいるみたい」とか言って「なんか5箇所も両手刺されちゃったよ」なんて「じゃあの無費でも塗っとけ無費」して無費くれてそれになってでその日は家普通に帰ったんですけどなんか夜になったらだんだん足とかにもポツポツ出てきてで こ蚊じゃないぞってなってまあ普通に寝たんですけど 1>,、うん、1時ぐらいに夜中うん、うん、痒くて目が覚めて、うん、鏡見たらもう首から下と膝から上が前も後ろも、えー、もうブツブツ大陸の地図みたいにな,って、えー、なんかね、うん、結局日曜もやってる病院行って探して日曜皮膚科東京都っつってうん、うん、でって。 なんか薬薬,薬<ー>で,でも私その前後で飲んだ薬はなんか普段飲んでる頭痛薬、うん、ちょっと頭痛かったんでうん、うん、飲んだんですけど、うん、豚服液ん服薬でも出ることがあるんですって。うんそれ したぶんでなか多分それがんか急に体が弱ってたのか、うん、なんか合わなくなった、うん、全身ブワーって出て膝の薬とか飲んでたのそれは関係ない膝の薬今痛み止め飲んでないんで、うん、飲んにも薬はもうその普段んんでる頭痛薬しかなかったんですけど、うん、で病院朝一で行って「うん、助けてください」っつって「かゆかゆ地ぬ」っつって行ったのかゆ地ぬって,ってっ。<laughs> ったんですけど結局午後になっても全然治まらなくて薬もらったんですけどでだんだん息が苦しいっつってで膝の先生にちょっと連絡したんです「ちょっとおかしいんですけど」つって「これ膝関係ないですけどどうでしょう」なんつってまあ薬ももらったんでね「これ痛み止め飲む時に一緒でいいですか?」ついでに聞いたら。 ちょっとあれだねみたいなので、うん、救,救急で救急外来いらっしゃいっつって、うんうん、で行ったらやっぱり薬薬の何か薬も,うもうかゆ汁かあの大久保さんと笑って虫刺されの薬塗ってた時が一番平和だったよね <laughs> <laughs> 何にも知らないででも苦しくなるなそうそうそう軽くそれが出,出だしたから、うん、あっそれはあの危ないからいらっしゃいっつって。 すすごいですよそしたらちょっと強めのお薬いただいて塗り薬とそしたらもう月曜の朝にはだいぶ、うんうん、だいぶ引いてよかったでも人寝られないほどってね体見たらもう全身がそうなるわけ、はい、ほとんどがあとで半裸の写真見せましょうか、うん、<laughs> <laughs> ちょっと記念に撮ってみたんです 反乱の写真ああああ <laughs> そうでもなんか人間の本能ってすごいですよね冷やそうとして、うん、もうかゆいから、うん、まず水のシャワー浴びて、うんうん、でこんな涼しくなってきてるのに、うんうん、夏この夏つけずに我慢してきた冷房、うんうん、つけなすぎて臭いだろうかつけなかった冷房を一発でつけるっていう部屋をつけなかったの、うん、臭そうだったから あれを <laughs> 全然掃除し洗えよ掃除しろよお前夏夏の前にどうやんのあれどうやんのそうん、でもフィル大丈夫だったんですか？それは耐え切れたんだけど痒い方はちょっと我慢できなかったから <laughs> 夜中に水のシャワー浴びた <laughs> 浴びた <laughs> うわつってうわでももうかゆぬよりいいじゃないですかかいって拷問ですよね。うん。 <laughs> 書いいいちゃいけないしねそう,そうですね書き壊しちゃうから、うん、だからなんか布の上から3回ならいいかとか何か自分で変なルールつけてね <laughs> なんか書いてたけど直接はダメだから直接ダメだからで軍手とかするといいってなんか書いてあったけど、うん、書く時あのあ<ー>軍手もできない手も出ちゃってるからブツブツ いろいろあるね君は毎週毎週だから元気なんだけどどっか弱ってんでしょうね一本ねなんかが足りないんでしょうねなんか一本足りないんでしょうねでも臭かった冷房。やっぱ臭かったやっぱ臭かったあんまりでも臭いのは良くないんじゃないですかね、冷房もその清掃の番組とか見るとそこから無数の金がみたいな絵書いた それが嫌でつけなかったのにもうその菌より痒い方が嫌だったからつけちゃった <laughs> 今度は9月にして九月にしてもう涼しくなったというニュースを聞きながら今は今でもあと残んなくてよかったですねそう今ちょっと腹周りと足の付け根だけちょっとだけ残ってますけど、うん、そうだから本当に飲み薬と塗り薬が、うん、腕もきれい腕もきれい首も,もここんところ一箇所 残りがありますね。肘。はい、痛くて見えない。これ。本当。でも違う。違う傷の可能性あるけど。<laughs> 肘はね。<laughs> そうそうそう。いやー、でも、お、これでもなんかあれだよね。いろんなもん食ってなんか。腹壊したり。ね。ちょっと弱いから。うん、そっちはあるんだけど。うんうん ジンマシンみたいな、過去にあるかな、10回だけあれありましたよ、カニをね、まるまる20代若い時奮発して、友達と2人で半分こ食べたんですよ、半分こ、そしたらなんか、友達が左半分、私が右半分にジンマシンでたっていう奇跡みたいな物語ありますけど、話しましょうか。すごいですね。 2人でカニの呪いだっつって、あの、20代のくせにまだこんな贅沢すんじゃねえってえ、神様のお告げかっていうぐらい、いね、嘘みたいな。カニ食ったら体の半分ずつが半身食べた。半身、半身食べた。半身ずつ食べた。<laughs> ちょうど半身ずつ。それがまた友達と左と右で逆だったというね、奇跡のような話はありますけど、いかがですか <laughs> 反動って <laughs> う本当に ゆでガニをねバキッつって手でこう割ってしゃぶって食べるみたいなとこ行ったちょっと贅沢だったんかな若い頃はねなんかこう食っちゃうよねそういうのね。食っちゃうよ食っちゃうよだって30代で無人島行った時も1回だけカニが45杯取れた時もう異常事態ですよ海水で茹でて海水しかないから。 なんか最後もう甲羅も食うんじゃねえかぐらいしゃぶりましたよ、うん、<laughs> 全部多分食べちゃいけないようなとこも吸ったかもしれないもう分かんないけど、うん、お腹空すきすぎてあでも美味しかった、うん、美味しかったうカニそしたらもうごちそうに見えちゃいますもんねいや大ごちそうだよだってずっとその辺に生えてる葉っぱ食ってたから、うんうん、そうだあの <laughs> 食べ物全部ご自分たちで調達しるんだ魚もね釣、うん、るで、うんで 魚もうそうだから釣り竿ないからあの食わえて戻ってくるみたいなね、うん、<laughs> 野生の子おっぱいの間に小魚挟んでくるとか取ったのひどいよね、うん、小魚もちょっと嬉しかったそのあら嬉しかったかな、うん、どうだったら小魚ちゃん、うんうん、食べちゃったから分かんないけどベ、うん、<laughs> ルトコンベヤーよりは嬉しいと思いますね柔らかいからね、うん <laughs> <laughs> いろんな目にあってるね。いろんな目に本当に本当ですね。いやびっくりしましたよ。三連休だし、あやばいと思って。あれだよね。一年経ったら今年も何事もなく過ぎてよかったなとか思っちゃうんだろうね。そうあもう忘れ朝来週忘れてるかもしれませんね。本当ね無事にね。 年越しをね、迎えられたらね、うん、いいですよね <laughs>。確かになんか、じわんのか聞いたらね、うんうん、もうなんかね、うん、そう、のんびりね。また来年も、なんつって。あれだね、ダミスはあれだね、なんか、なんか日記かな、なんか、なんか、何かに、あれだね。なんかこう。ブログですか。ブログかな、な、うん、なんかちら、なんか、び。ビ、ビデオを借りて、かそれが返してない悪夢を。 み見たみたいなことを言って書いてあっそれどうどういうこと？レンタル？レンタルビデオ？レンタル DVD をが急にあの自分の部屋から出てきてレシートも何も挟まってなくてでいつ借りたんだっけ延滞金って貼って目が覚めました。 夢でよかったね。よかったね。何何かに追われてんのかな。まあでも DVD もハンニバルだったんで。よりハンニバルだったの？あの DVD。ハンニバルってカタカナで書いてあって、私ハンニバルいつ借りたんだろうって。すごいね。映画の内容も怖いけど、延滞金も怖いよね。同じです。もう同じぐらいの恐怖感でしたよ。これ夢にそれが悪夢で夢に出てきちゃう。 えいつのハニバルってで起きたのははハニバルで目が覚めてハニバルいないって思ってちょっと探すよねちょっとハニバル探しましたあれが夢かどうかねあの DVD 入れるあのねティから始まる大手青い青い袋ねそうかよかったよかった無事で何よりパッケージねややね黄色かったプラススチックのケーは ああそうだね。そうそ何？かんない。あ、DVD ケースを入れてるケース。黄色っぽい、ちょっと黄色い札というかね。でそれをこう青いビニール製の大きいね、丈夫な袋で包んである。で簡略化されると黒い手げ袋になったりと。なりました。まだあるのかな？レンタルビデオ。減りましたね。減ったよね。ね、みんなネットで見ちゃうもんね。 どうしよなもうな借りてた時代が遠いですもんねあのうわ借りられてて見れないみたいなことはないってことそうだよちょっと前までは一巻だけがずっとないみたいなねここビデオ屋行って借りたいのがそまあそれは人気だろうから四本ぐらいあるんだろうけど全部全部貸し出し中って何回もそんな目にあってたのあったでいつか できますかとか言うと予定では何日ですけどわかりません延滞するかもしれないか懐かしい <laughs> 懐かしいえでもそんなに前じゃないはずですそんなに前じゃないよ七泊八日純レンタル百円の日とか,か、ね、そうだねレジャ作だと二二 <laughs> 泊三日とか <laughs> そうだよねうわあの見知らぬ人間たちの この攻防戦みたいな面白かったけどね、うんうん、今思えばねえいつ平成いつまでだったんだろういつこんなにあのネットで見るのが普通になったんだろうだ、ね、あのちょっとエッチなビデオもねなんかビデオさん行ったらコーナーが分かれててねのれんくぐってましたよねあれそういうのはまだ借りなきゃないのかな、うん、それもあんのかなもうん、それもね あるのネットはもうとんでもないことになってますよむしろネットが先導したぐらいとんでもないじゃないですだろうってもう録画のテレビのね録画の必要もないですもんね過去の見逃し配信とか何見逃し配信って本当あの時間までに帰らねばみたいなのがねないですもんねあとから追っかけ再生もできるし どうなっちゃうんですかねこの先ど <laughs> うなっちゃうんだろうな未来の、うん、未来のドラマ見れちゃったりするのかなへ、えーまだ作ってないドラマそれはもう謎解きだよ <laughs> なぜ見れてるんでしょうか <laughs> でも街にも人がね無人販売機、はい、いなくなっちゃってあ餃子まあ餃子もなんかね、うん、ひどいよねあ,あれまあ ひどいよ、ね、まあ無人だからって持ってっちゃうっていうのはさ、ね、でもさまあ俺はそっちの盗んだ人の肩持つ気なんか全然ないけども、うん、無人誰、うん、もだからまあちょっとそれができる前はあれじゃないだって。 あの農家の人が野菜,野菜、ね、置いといて教えて,、ね、て,てくださいみたいな。野菜ロッカーみみたいな円円ロッカーできる前は野ざらし<ん>で200円100円とか、ねまあ、あれもなんかあの辺は人の善意を人を信じてです信じてみたいなことだったじゃない。で,、ねうん、で今人足んないから無人にして監視カメラガチガチつけて。 っていう、なんだろうけども。まあ、だから、盗んだ人は。しまあ、知ってたのか知らないのか、わかんないけど。うん、まあ、システムとして。う,ん、うーん。そのなんていうの。これ、もっと、善意と監視カメラと。二本立てじゃない。うん、確かにね。<laughs> <ー>背中合わせね。そうだよな。あー その辺がちょっと俺は気になるっていうかなやっぱそういうカメラがあるからかあの餃子の人なんか一回お金入れる前ムしてんだよね財布からこうそうでも持ってないんだけどえエアなんですかエアでまあカメラからの向きだとエアが丸レだけど道行く人からはあお金入れてんなって見えるっていうまあ どういう時代になっていくるんだろうね、えーう。まあ多分でもこの無人のはもう絶対増えていくよな。うん、人足りないしもね。うん、そこにお金かけたくないわけだから。お金入れないとなんか電流が発生するとか。電流ね。うんはい これはお笑いの罰ゲームみたいになっちゃってるじゃないな<ん> <laughs> でで感電したところを逮捕するしばらくねピクピクしてるとこね <laughs> でもそのシステム作るんだったら人一人雇うかもしれないねまあでも分かんないけどね <laughs> あのちゃんと捕まえてくれよ <laughs> いや本当しび、ね、れさせないで <laughs> なんか分かんないけどちゃんとねなんてねどうなってくんだろうその辺はいはい。 えー、慶太郎君あ一番最初にツイッターの方であれだね、うん、あのちょっと身内も絡めての話ですけど、はい、宮沢京がちょっと亡くなったんで<あ>そのことを最初にちょっとう,、はいはい、うん。 えー、劇作家・演出家の宮沢昭生さんが亡くなりましたこちら朝日新聞の記事ですが日常乾いた視点で描写するしが静かな作風の劇作家・演出家の宮沢昭生さんが12日うっ、んうんうん、血性心不全で亡くなりました、うんうん、65歳でした静岡県生まれ えー、多摩美術大学を中退後放送作家に1985年にシティボーイズや竹中直人、うんうん、伊藤聖子らとコント集団ラジカルガジベリビンバシステムを結成、うん、作・演出を手がけ知的でシュールな笑いが注目されたとあります。うんうん 私たちはあれだよねコント自分たちで作っててお笑いスタさんに出てその後宮沢なんかと出会って舞台を繰り広げていくんだけど宮沢明夫と10年間やったかな雑付作家みたいになってくれてね演出も担当してその後三木聡っていうのが来て三木聡で10年。 あの作演出みたいなことをやってくれて、うんまあ、彼らがいなかったら宮沢たちがいなかったら今あのなんかシティボーイズはもうないと、うんうん、まあそのサブカルの方に徐々に、うん、あの何て言うの,あの流れがいったのもこの宮沢恭が来てまあ今日は鬼太郎が来た時にこの、うん、話はちょっとしようかなと思うけども。 まあ一番衝撃的,的だったのは当時宮沢が作ったのは「ラホーレ原宿の八階,階の舞台に砂を一面に舞台に砂を一面に引き詰めて砂漠監視隊っていうコン監督というか,か5人の男たちがえ何もない砂漠で誰が来るかわからない。 その砂漠を監視するっていう無限のやることの何もない空間に5人の男が放り出されてしかも誰も来ない砂漠を監視しなくちゃいけないっていう任務を置いてっていうので舞台にねラホーレ原宿の舞台に8階まで砂を何トン運んだかなあれ。 もう砂の上で、うん、ずっとこうコントをやっててそれを当時のサブカルの若者たちがたくさん見に来てくれたっていうねそんな思い出が、うん、まあ来たろうと、まあ、こ,このような話は、うん、今日ちょっとするつもりだけど誠に65歳で残念だなと思ってますね。記事にに入ってくださいまずこちらに 経新聞ですね午前中の、うん、デジタルでの記事になりますが、うん、岸田総理は日本時間の21日午前国連総会で一般討論演説に臨みました、うん、ロシアのウクライナ侵攻を受けて国連の機能強化を求めロシアの拒否権などで解決策を示せていないことを念頭に国連の信頼性が危機に陥っていると指摘したとあります。うんうん まあ、そういう、まあ、岸田総理の、まあ、この国連での演説。まあ、ウクライナを批判しているわけなんですが。まあ、そういう中で、こう、ミャンマーでは、子供11人が国軍によって攻撃されて亡くなったりと。まあ、こういうニュースもちょっと合わせて、国際情勢をお伝えしたいと思います。ええ、そして、こちらは朝日新聞。山際氏、新たに出席判明、18年旧統一教会の会合と。え山際。 経済再生担当大臣は2018年に世界平和統一家庭連合旧統一協会が主催するイベントに出席していたと明らかにしたと、うん、外部からの指摘で確認したといい今月上旬の自民党の調査では報告していませんでした、うん、まあこういう形でまあちょこちょことあの自民党の発表の後また追加でこういう発表が続いている状況ですねさらにはこちら、えー、政府 賃上げ不十分とありますが8月の消費者物価が2.8%、まあ、上昇していたことが分かりました、うん、8月の全国消費者物価指数は政府と日銀が掲げる2%の物価上昇目標を5ヶ月連続で上回ったが賃上げは追いつかず家計は厳しさを増していると、うん、東京新聞の記事です さらにはこの値上げの波、ですね、うんうん、アプリにもということでアップル、ドル高でという記事があります、うん、こちらもアメリカ、アップルは19日、来月5日からアプリ配信サービス。 アップストア上でのアプリの料金を引き上げる方針を示したと、えー、対象は日本、韓国、ユーロ圏などでドル高が理由と見られますと、うん、iPhone 本体に関しても、まあ、新しい機種はかなり値上げしたわけなんですけど、まあ、ソフトの方ですね中身の,そのアプリの方も値上げの波が来ているということです。 iPhone っていくらぐらいになったの今な。まあざっくり言うとも、私は15万ぐらいしてしまったんだけど。一番安くて一番安くて12万ぐらい、12、3万ね。それがこう円安もそれに拍車をかけてるっていうことになるわけね。高いね。なんか上の機種だと25、6万って出てたの。そうですね、最初まあすごいまあハードディスクものすごいやつでしょ。はいものすごい漠然というけど。 いやそれでのわしは内容も使い方もわからんが、うん、あれだよねこれだったら iPhone 難民みたいなものがたくさんで、うん、まあお金の面も含めて出てきちゃうよね、うん、この円安も手伝ってね。よ、うんね、りかし2年ごとに前は買い替えるみたいな人も多かったですがだんだんこう持つ期間は長くなってますよね。うん はいはい最初に戻りましょう、うん、はい、えー、こちら日経新聞です岸田総理国連の信頼性危機にと安保理含め機能強化訴えとあります、うんえー、岸田総理は国連総会で一般討論演説に臨みました ロシアのウクライナ侵攻を受けて国連の機能強化を求めロシアの拒否権などで解決策を示せていないことを念頭に国連の信頼性が危機に陥っていると指摘しました、うん、日本の総理が国連総会で対面で出席するのは3年ぶりとなりましたが総理は今我々は歴史的な分水嶺に立っていると切り出してウクライナ侵攻をめぐって国連憲章の原則を踏み,踏みにじる行為だとロシアを名指しで非難したとあります、うんうん はい、えー、っとまあ国連は国連でまあ各国ね、まあ、多少この足並みの乱れがあるみたいだけどね、はい、でもまあそれもそうなんだけどか同じ、ね、この日本っていう国はミャンマーに対してはちょっとどうなってるのかなっていうのは。 情勢を受けて、まあ、ロシアを、まあ、強く名指しで非難したわけなんですが、まあ、ミャンマーではこちら子ども11人死亡と国軍攻撃15人不明と、えー、ミャンマー北西部の村が軍用ヘリコプターで攻撃されて子どもたちが亡くなった事件に関連してユニセフ・ミャンマー事務所は19日少なくとも11人の子どもが死亡し15人が行方不明になっていると発表したとあります。 まあいわゆる国軍によるまあいわゆるこう一般市民への攻撃があったということなんですがえこちら、毎日新聞ですね月曜日のまあ朝の配信なんですがミャンマー軍政承認国葬招待は国際社会への誤ったメッセージとまあこういう毎日新聞の見出しがありますえ27日にある安倍元総理の国葬外務省はミャンマーに通知したとまあいわゆるこう 形式上では通知なんですけども、この葬儀の案内というのは、まあ、実質的にはこれ、招待になると、えー、民主化を求める在日ミャンマー人は、軍政側は来賓として出席させないでと訴えるとありますはい、えー、ミャンマー、はい、この安倍さんの国葬に、招待のメッセージを送った。そうですね、まあ 実質的には通知っていう、うんまあ、名目ですけども、うん、実質的にはまあこれ招待ですとあそうはいいやだって軍政でミャンマーって国は結構ね、はい、まあこのさっきの記事も含めて大変なことになってるわけだよね,そ,うですねそれに対して日本はまあ結構援助もね ODA もしてきたんだけど、はい、その後にに日本に来てる軍の 防衛省がまあ留学生を迎え入れているというニュースもありますそういうのがあって、いや、これはちょっとと思ってるところにこう、なんか国葬の招待状といやいや、えー、これはちょっと当然、批判は大きくなるだろうね。ですね。うん はいまあ、いわゆる国葬の通知をした日本というのは、うん、まあこのクーデター政権を政府承認しかねないという懸念を在日ミャンマー人に与えてしまっていると、そういう専門家の声もありますツイッターの方では、キッコさんという方が。 あの岸田政権はミャンマーを独裁支配しスー・チー氏を拘束し市民を無差別に殺害し続けている軍事政権にも、えー、安倍さんの国葬の案内状を送ったそうだっていうふうに書いてあるね。いやいやここはちょっとなんかこうどういうツ,ツールでこうなったのか分からんけどんちょっと。 そこれはなんかこうあのまあいろんな国にねそれは送ったんだろうけどもちょっとこうなんか方向が違うんじゃないのかなっていう気がしますね、うん、そしてもう一つそのまあ、これはこの件に関してじゃないけど自民の村上さんがやっぱりこの国葬に対して不参加 っていうことを表明してるこちら東京・新聞で自民村上氏、国葬欠席へと、自民党の村上誠一郎元行政改革担当大臣は20日、昨日ですね、安倍元総理の国葬について、最初から反対で出るつもりはないと述べ、欠席する考えを明らかにしたと。 えー、安倍氏の政権運営が財政、金融、外交をボロボロにし官僚機構まで壊した国賊だと批判したと党本部で記者団の質問に答えたと自民党の中でもいろんな声があ上がってるみたいだけどこの村上さんは結構厳しくあのこの問題に対して、ね、個人的には断固反対するというふうに。 えー、声んかこうやっぱしなんかこのまあこのあと27日か、はいえー、なるんだろうけども、うんまあ、まあちょっとテレビのニュース見てたらもう北海道県警とかさいろんな<ー>いろんな,んな国葬に向けての警備がさガーってこういやなんか来てて、うん、全国のおわりさんは大変だなと思いながら。うんうん あしかも予算も最初に今 16, ぐらい16億ぐらいって言ってるけど、ね、まあそういうのを全部ひっくるめてなんかこの感じで収まるのかなっていう疑問もちょっと出てきてるよね。まあしかも国民の声はこの国葬に対してはもう賛成が反対,反対が賛成を大きく上回ってるっていう、えー、事態になってるね。 倍ぐ賛成の倍ぐらいの方々が反対されてるっていうのはちょっとびっくりはい、はい、やっぱしあれだよねこうどうして国葬に、ねえー、するのかっていうその何、うん、ていうの見筋をちゃんと示してほしかったっていうのと、うん、やっぱり最後はちゃんと国会でね あのその議論してからっていうふうな形になるのが最低限度のやり方だと思うけど、うん、そうなってないっていうのも問題だろうね。さあ今日も始めましょう。